こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではユニクロのスマートアンクルパンツは僕たち30代40代の大人の世代には似合うのかというテーマでお話をしてみたいと思っています。最近ですね、ユニクロのホームページなんかを見てみると結構ですね、このスマートアンクルパンツを特集していることが多いんですね。僕自身結構気になっていて、最近ですねユニクロの店舗に行って実物を見てみたんですね。確かにですね、パッと見ですごくいい感じはするんですが、実際に触ってみるとなんかこれ見たことあるなっていう感じがするわけですね。その原因は何なのかなと考えていたら結構すぐに回答が見つかったんですが、この動画の中でも何度かお勧めしましたイージーアンクルパンツというものがあるかなと思うんですね。そちらがですね、今回スマートアンクルパンツという名称に変わったんですね。つまりはほとんど同一の商品になるわけですね。通りで見たことがあるなという感じがしたわけですが、このイージーアンクルパンツというもの自体すごくいいアイテムで、それのさらに進化版として今回ですね、スマートアンクルパンツという名前に変化をしたわけですね。結構この名前って重要だと思うんですよね。そのネーミングだからこそなんか気になって買ってみるっていうことも多かったりするので、ユニクロであったら感動パンツというものがありますし、あとはグローバルワークだったらエアカルイージーパンツっていうものがありますよね。こういったもうネーミングだけでなんとなく気になるっていうのはすごく重要だと思うので、ユニクロのスマートアンクルパンツというのも、このスマートというところがすごくですね響きがいいので、なんとなく手に取りたくなるような商品なのかなと思っています。今回の動画ではこのスマートアンクルパンツが30代40代の僕たちに似合うかどうかというテーマでお話をしたいなと思うんですが、そもそもですねボトムスには大きく分けるとカジュアルなものと綺麗めなものがあるということ、まずはここからお話をしていきたいなと思っています。カジュアルなものであれば代表格はブルージーンズですとか、あとはベージュのチノパンですとか、こういったものはかなりカジュアルな類になるかなと思っています。その一方で綺麗めなパンツというものにはどんなものがあるかというと、スラックスというものが該当するかなと思います。スラックスというのはどういうものなのかというと、スーツを思い浮かべていただきたいんですね。スラックスというのはいわゆるですねスーツの組下のパンツというものを想像してもらうとそんなに遠くはないかなと思っています。センタープレスがビシッと効いていて、シルエットとしては細身ではあるけども、スキニージーンズなんかに比べるとややゆとりがあるのがスラックスの特徴なのかなと思っています。皆さんにとってもスラックスというのは身近な存在かなと思うんですが、ただですねこういった綺麗めなスラックスというものをカジュアルに落とし込むという技法っていうのはなかなか身近ではないのかなと思っています。ですので多くの男性はカジュアルで履くパンツとなるとブルージーンズですとかチノパンとかに行くことが圧倒的に多いかなと思うんですが、実はですねこういったスラックスっぽいアイテムをカジュアルの中に落とし込むという方法っていうのは結構昔からあるもので、僕自身も大好きでよくやるんですね。正直僕自身はブルージーンズですとかチノパンを履くことはあんまりなくて、どちらかというとスラックスのような形のものを履くことが圧倒的に多いんですね。それにはいくつか理由があるんですが、今回はですねスラックスの特徴というか良さという形で解説をしてみたいと思っています。このチャンネルではですね30代40代の大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。早速ですねスラックスの特徴良さというところを解説したいなと思うんですが、実際に今回買ったものを持ってきてみました。はい、こちらがですねユニクロのスマートアンクルパンツというものなんですけども、これはですね先ほどからお伝えしているようなスラックスというものに形が近いのかなと思っています。センタープレスもしっかりと効いているので見え方としてはかなり綺麗めに見えるのかなと思っています。ただこういったスラックスというのはイメージとしてはスーツの組下のパンツなので、どうしてもですね履きづらいというイメージがあるかなと思っています。ただこちらのユニクロのスマートアンクルパンツに関してはかなりですねストレッチが効いているんですね。縦にも横にもストレッチが効いているので、これはですねかなり履き心地がいいんですね。ですので本来のスラックスのデメリットである履きづらさというところは十分ですねカバーできているのかなと思っています。でこのスラックスというアイテムは何がいいのかと言いますと、まずはですねそんなに細すぎないというところで、さまざまな体型の方にも似合いやすいというところが最大のポイントなのかなと思っています。スキニージーンズですとか細身のパンツっていうのは正直ですねいろんな方に似合うものというよりは、ある程度普通体型ですとか細身の方には似合うんだけど、ぽっちゃり体型の方にはなかなか似合いづらいというところがあるんですね。というのも細身のパンツというのは足の形がそのまま出てしまうので、スタイルが良ければ決まるけど、スタイルがあまり整ってないとやっぱりですねパンツ自体も素敵に見えないんですね。一方でこういったスラックス系のアイテムというのは
もも周りですとか腰周りにある程度ゆとりがあるのでピチピチになりすぎないんですね。まあ、それでいながら膝から下はすっきりとしているので割とですね、いろんな方が履いてもスタイルがよく見えやすいんですね。パンツ自体はそんなに細身ではないんですが、このセンタープレスがあるかどうかで見栄えが全然変わってくるんですね。まあ、パンツの生地が下に向かってストンと落ちるので足長ですっきりとした印象が得られやすいというところ、これがスラックスの良さでありユニクロのスマートアンクルパンツの良さなのかなと思っています。そして先ほども触れたんですが、こういったスラックスっぽいパンツというのは綺麗めに見えるんですよね。でもこういったスラックス系のアイテムって失敗すると仕事着みたいに見えてしまうんですね。その点ですね、このユニクロのスマートアンクルパンツは名前にもあるようにちょっとですね短めの丈に仕上がっているんですね。アンクル丈と呼ばれるようなくるぶしが少し見えるような設計になっているのでビジネスライクになりすぎないというところで非常に使い勝手がいいのかなと思っています。スラックスの良さというところをしっかりと抑えながらもデメリットである履き心地の悪さだとかビジネスっぽく見えてしまうというところをしっかりとカバーしているのがこのユニクロのスマートアンクルパンツというアイテムなのかなと思っています。まあ、このようなパンツというのはユニクロ独自のものというものよりは割とですねここ数年は定番的な位置づけとなっていまして、さまざまなセレクトショップでもやってるかなと思うんですね。ただですね、これぐらい完成度が高くてなおかつ値段がですね税抜きですけど2990円なんですよ。この値段というのはかなりの驚きかなと思っています。そして素材の風合いなんですが、これはですねウールライクという形で見た目としてはウールっぽく見えるんですが、まあ、化繊でできてるんですね。まあ、素材はポリエステルが 68%、レーヨン 28%、ポリウレタンが 4% 入ってるんですね。でも見た目としては変なテカリ感もないしウールのような見え方がしてくれるのですごく使い勝手がいい一本だとは思っています。まあ、このように結構ベタ褒めしたわけですが、このようなスラックスっぽいアイテムをどのように着こなしに活かせばいいのかってなかなかわからない方が多いかなと思うので、この後ですね実際に3つの着こなしをですね皆さんにご紹介しながらこのような形でスラックスを活かせばいいよということを解説をしてみたいと思っています。はい、まず1つ目の着こなしから見てみたいなと思うんですが、まあ、ざっくりと解説をしますと上はですね少しゆったりめの T シャツになりますね。そしてプリントが入っているのがわかるかなと思っています。かなりカジュアルなアイテムではあるんですが、一方でボトムスはこのスマートアンクルパンツを履いています。上下で綺麗めとカジュアルのバランスをとったようなスタイルになるんですね。まあ、このスマートアンクルパンツは先ほどもお伝えした通り綺麗めのボトムスになるので上半身は少しカジュアルなものを合わせた方が意外とバランスが取りやすいのかなと思っています。まあ、例えばこのカジュアルな T シャツに対してチノパンだとかブルージーンズを履いてしまうとどうしても全身がカジュアルに触れすぎてしまってなかなかバランスが整いにくいんですね。その点このようなスラックスっぽいもので引き締めてあげると割と大人っぽい着こなしが完成するのかなと思っています。そして靴はですね白のレザースニーカーを合わせているんですが、こういったスラックスっぽいアイテムに対してローファーみたいなものを合わせるのも合わなくはないんですが、どうしても綺麗めすぎてしまってビジネスっぽい感じがしてしまうんですね。ですので僕自身はこういったスマートアンクルパンツのような綺麗めのボトムスにはホワイトレザースニーカーだとかちょっとスニーカー系のものを合わせるとバランスがいいのかなと思っています。カジュアルな T シャツに対してスラックスを合わせるというのはすごく簡単なのでぜひ皆さんにお試しいただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目の着こなしなんですが、上半身はですねちょっとカジュアルなダークグレーのパーカーを着ています。そしてボトムスは先ほどと同じブラックのスマートアンクルパンツを合わせています。靴は同じくホワイトレザースニーカーですね。これも先ほどと同じような形なんですが、上半身は割とカジュアルなパーカーというアイテムを合わせています。これに対してやっぱりブルージーンズを合わせてしまうと10代20代であれば似合うんですが、大人の男性にはですねややカジュアルすぎて子供っぽく見えてしまうかなと思います。このようなパーカーみたいなカジュアルなアイテムにはやっぱりですねスラックスを合わせるとものすごくハマりがいいのかなと思っています。まあ、スラックスの他にはブラックの細身のジーンズなんかを合わせると相性が良かったりするんですが、こういった細身のパンツというのは体型によって合う合わないがあるのでスラックスのようなアイテムの方がいろんな方に合わせやすいのかなと思っています。結構ですね細身のブラック系ジーンズとこのようなスマートアンクルパンツのようなスラックス系のアイテム、まあ、どちらを選ぼうかって結構迷いどころかなと思うんですが、少しカジュアル感を出したい場合はジーンズ系の素材の方がいいかなと思っています。一方でちょっとスタイルに自信がないなとか大人っぽく見せたいなという方の場合はこういったスラックス系のアイテムの方が相性がいいのかなと思っています。ぜひですね秋
秋ですとか春はパーカーというアイテムとスマートアンクルパンツというものを合わせていただきたいなと思っています。まあ、今回はご紹介してないですが、上半身は例えばアウターで言えば G ジャンみたいなアイテムに対して、こういったスラックス系のアイテムもものすごく相性がいいので、そういった着こなしもぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。そして最後3点目の着こなしなんですが、上はネイビーのジャケット、内側にはですね白ベースのプリント T シャツを着ています。そしてボトムスはスマートアンクルパンツですね。足元は同じく白レザースニーカーを履いています。まあ、スマートアンクルパンツというのはかなりきれいめなパンツなので、ジャケットを着てしまうとどうしてもきれいめになりすぎてしまうかなと思うんですが、そういう場合はジャケットの内側にカジュアルな T シャツを合わせることで少しきれいめな要素を抑えてあげるとバランスが取りやすいのかなと思います。まあ、このような着こなしであれば、少しラフな職場であればビジネスカジュアルとしても使い勝手がいいかなと思いますので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。まあ、スマートアンクルパンツというのはいわゆるスラックスっぽく見えるアイテムなんですが、同じユニクロの中には感動パンツというものもあるんですね。こちらも動画の中で解説したことがあるんですが、この感動パンツというのは結構ですね全体的に細身のシルエットになってるんですね。よりですねビジネスライクな見せ方をする場合には感動パンツの方が使い勝手がいいかなと思うんですが、ビジネスカジュアルでややですね今っぽい着こなしにしたい場合は、もも周りですとかお尻周りにややゆとりのあるスマートアンクルパンツの方が収まりがいいかなと思っています。やっぱりパンツにもですねトレンドみたいなものがあって、普段使いですとかビジネスカジュアルで今っぽさを出したいのであれば、割とメリハリの効いたフィット感のスマートアンクルパンツの方が使い勝手がいいのかなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロのスマートアンクルパンツというアイテムについて解説をしてみました。結論を言うと、僕たち30代40代の男性にはめちゃくちゃ似合いやすいパンツなのかなと思っています。まあ、僕ら世代だとどうしてもですねお腹周りがぽっちゃりすることもあったりするかなと思うんですが、そういう体型の方にもですね腰のあたりにもゴムが入ってますし、もも周りですとかお尻周りにもある程度ゆとりがあるので、結構さまざまな体型の方に似合いやすいパンツなのかなと思っています。まあ、スラックス的なアイテムをカジュアルの場面で使い慣れてないという方もまだいらっしゃるかなと思いますので、今回の具体的な着こなしを参考にしながら、ぜひどんどんですねこういったきれいめのパンツを使いこなしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。